ご視聴ありがとうございます。5月になってしまいました。もうゴールデンウィークの方もいらっしゃいますかね。私は普通に仕事でございます。どうでもいいですね。はい、ということでいつものやっていきましょう。気になる最新予約開始フィギュアご紹介になります。よかったら見ていってください。はい、で今回はですね、だいたい4月16日から、30くらいで予約が始まったフィギュアが対象となっております。で今回結構多かった印象です。アズレンも相変わらず多いですね。はい、じゃあそれでは始めていきましょう。まず最初のフィギュアがこちらになります。はい、マックスファクトリーさんで勝利の女神ニケボリュームですかね。すいません、未プレイなので発音が分かってないです。で、ニケフィギュアっていうのもどんどんフィギュア化が進んでますよね。今後もたくさん出まくると思います。でそんな中マックスさんから発売となるとやっぱり見逃せない一体になるんじゃないかなと思います。ポーズもやばいですよね。見プレイながらもとても気になるフィギュアでした。はい、では、お次行かせていただきましてこちらになります。はい、ファットカンパニーさんでアズールレーンクマのファンシーウェーブになります。でこれ6分の1なんですね。で皆様はクマのお好きでしょうか。私もギャルっぽい感じが大好きです。でなかなか動画ではご紹介するの難しそうですけどね。であとファットさんがアズレン今まで出てましたっけ。なんかすごい珍しいと思いました。はい、では、お次行かせていただきましてこちらになります。はい、グッドスマイルレーシングさんで初音ミク GT プロジェクトレーシングミク2023 15th アニバーサリーバージョンっていうんですかねになります。めちゃくちゃ可愛いですよね。でまたこれも6分の1みたいですね。すでに普通の2023のスケールフィギュアが出てますので、今回は15周年記念イラストのフィギュア化になるそうです。で、鳥玉の先生のミックということで、今回のレーシングミックもめちゃくちゃ人気高そうです。欲しいです。はい、ではですね、次行かせていただきましてこちらになります。はい、DMM ファクトリーさんでメイドメゾン、白石等イラストレーションバイハオリイオさんでしょうか。で、ついに DMM ファクトリーさんのフィギュアが予約開始となりました。で、やっぱりグッスマさん販売になるみたいですね。で、今後どんどん予約が始まっていくと思いますので、これが一番早く発売にもなりますかね。そんなわけで出来が注目されるフィギュアなんじゃないかなと思います。他に出てませんよね。はい、でですね、お次行かせていただきましてこちらになります。はい、グッドスマイルカンパニーさんでこの素晴らしい世界に爆炎をめぐみになります。でこれも6分の1だったんですね。7分の1かと思ってました。でも本当王道めぐみっていう感じでいいですよね。このスバアニメも放送中なので余計に欲しくなります。で題材がなんかこれ角川さんの推しの子に似てますよね。どうでもいいですかね。ではですね、お次行かせていただきます。こちらになります。はい、ルミナスボックスさんでアズールレーンルマランミュウヘイソーになります。ついに来ました、ミュウヘイソーのルマラン。ちょうど新しいキャラも実装が来たタイミングですね。でルマランっていうのもどんだけフィギュア出るんですかね。奇世界全部フィギュア化されるんじゃないかっていうくらいです。こんなにたくさん出ると思いませんでした。であとルミナスボックスさん私まだ買ったことないんですよね。そんなわけでそれもあってとても気になるフィギュアでした。はい、ではですね、お次行かせていただきましてこちらになります。はい、クレーネルさんで早々のフリーレンになります。さあクレーネルさんからも来ました。でもまだ他のメーカーさんも出るんじゃないかなと思います。でクレーネルさんのフィギュアどうですかね。でどのメーカーさんも割とシンプルに来てますので、いやどのフリーレンが一番評価高くなるかっていうのにも注目ですよね。でやっぱりお値段も2万前後っていうのは嬉しいですね。はい、ではですね、お次行かせていただきましてこちらになります。はい、アルファマックスさんでアズールレーン大砲スチールイラストバージョンになります。でこれもいろいろでかいですね。4分の1スケールです。ロドニーが7分の1でブレマートンも4分の1でしたよね。でアルファマックスさんもアズレンフィギュアだいぶ後出しなので、どんな評価になるのかっていうのも注目ですよね。でも絶対に動画にはできないビジュアルです。はい、ではですね、お次ちょっと休憩じゃないですがこちら行ってみましょう。
はい、ベアパンダさん、バライラストレーション by タッコさんっていうんですかね。でなんか赤木にも見える気がするんですが、うん、聞かなかったことにしてください。ということで、うん、爆安系フィギュアになります。6分の1スケールで8250円です。ほんとこういうフィギュア最近増えてきてますよね。であともう一つあるんですよ。どれも月末に来たんですがこちらになります。同じくベアパンダさん、サユリーバニーガールバージョンイラストレーション by K プリングさんっていうんですかね。でこれがですね、4分の1で12,100円です。どうなってるんですかね。いや仕上がりどんな感じになるのかすっごい気になってます。でまだあるんですよね。こんなのもあります。スーパーノバさんっていうんですかね。見知らぬ女子高生に監禁された漫画家の話、コナタちゃんでしょうか。でこの作品のフィギュアって先ほどのベアパンダさんも出してましたよね。私確か興味本位で予約してた気がします。もうすぐ発売でしたっけ。でこれも同じく8250円なんですよね。メーカーさん別ですよね。でまあどれも聞いたことがないっていう、うん、出来が気になりますよね。であともう一つあります。こちらです。はい、ホビーさくらさんでヨガ少女イラストレーション by キンクさんになります。うん、また誰かの性癖にぶっ刺さりそうなフィギュアですね。でこれは一応7分の1スケールみたいです。で座ってるので結構コンパクトになるんじゃないかなと思いますが、でも8800円って安いですよね。でホビーさくらさんってまあ普通の価格帯のスケールフィギュアも出してるんですよね。ポッパレ L みたいな枠にでもなるんでしょうか。うん、まあ、でも低価格の説明は特にないのでよくわかりませんでした。はい、ではですね、普通な感じに戻りましょう。お月のフィギュアがですねこちらになります。はい、ブリリアントジャーニーさんでアズールレンベルファストメイド長とお買い物バージョンになります。割としっかり着てますがちゃんとエロいですね。あのポッキー持ったやつで確かイベント配布でしたよね。かなり古い着せ替えなんじゃないかなと思います。まあでもベルファストフィギュアっていうのが未だに出続けてくれるっていうのは嬉しいなと思いました。であとブリリアントジャーニーさんって大砲のミュンヘイソーも控えてましたよね。そちらもすごい楽しみです。はい、ではですねお次に行きましてこちらになります。はい、エレガントさんでアズールレーン島風小休憩のサマーアイランドバージョンっていうんですかね、デラックス版になります。アズレンが多いです。でこれ思ったより安かったですね。かなり大きめなジオラマがつくんですが24,860円だそうです。で、まあ、エレガントさんのフィギュアっていうのがまだ発売がないので、いや早くどんな感じか見てみたいですね。はい、ではですねお次いきましょう。こちらになります。はい、グッドスマイルカンパニーさんで東北ずんこずんだもんプロジェクト、ポップアップパレードずんだもんになります。すいませんポッパレです。まあ、でもこれは取り上げないと欲しいです。まあ、でもせっかくなら L とかも出してほしいですかね。であとプラムさんからはプラモデルモデルみたいですが、うん、さすがに取り上げませんでした。うん、でもそちらも欲しいです。はい、ではですねお次行かせていただきましてこちらになります。はい、アルターさんでアズールレンチェシャになります。うん、これはもう即ポチ案件ですよ。しかも販売がアミアミさん限定でしたね。すべての人が一元ですからね。個人的にはめちゃくちゃ優先度の高い一体でした。うん、でそしてチェシャ大好きです。はい、ではお次に行かせていただきましてこちらソース。はい、プライムワンスタジオさんでメイドインアビス烈日の黄金鏡ファプタになります。でこれ先日プライムワンスタジオさんで見させていただいたんですが、PVC ではなくポリストン製スケールフィギュアのような小さいサイズでスタチューを発売みたいな感じだと思います。でなんか重みを感じる高級感が漂ってるんですよね。あの小さいポリストン製スタチューってどうなんですかね。出来もとても気になりました。はい、ではですねお次行かせていただきましてこちらになります。はい、APEX さんになりましてアズールレンディンアン、なんて言うんですかね、漢字が読めないです。でこれもポップキュンさんイラストですからね。
めちゃくちゃ人気高そうです。で、割と付属品も多く感じますが、さすがエペックスさんですね。2万2000円とコスパも良さそうです。あとこれしっかりなんか履いてるんですかね。後ろがとても気になりました。買えってことですね。はい、ではお次行きましょう。こちらになります。はい、マックスファクトリーさんでブルーアーカイブ一ノ瀬アスナバニーガールになります。再販です。マックスさんがこんなにも早く再販って珍しいですよね。なので取り上げてみました。再販自体が珍しいですからね。まあでもブルアカ人気があるので売り上げ見込みがかなり高そうとかそういうのもあるんですかね。今後の再販頻度とかもとても気になる出来事でした。はい、ではお次に行かせていただきまして、こちらになります。はい、角川さん、角川コレクションで、盾の勇者の成り上がりシーズン3ラフタリア抱き枕バージョンになります。なんか最近抱き枕イラストのフィギュア化っていうのもちょくちょく見ますよね。でしかも立ってるっていう、でこれはまあ好みも分かれるでしょうけどね。ただやっぱりラフタリアってめちゃくちゃ可愛いですよね。ほんと素晴らしいキャラデザだと思います。はい、ではですね、お次最後になります。最後のフィギュアがこちらになります。はい、マックスファクトリーさんでフィグマ中山きんに君になります。クロちゃんといいこういうよくわからない企画大好きです。買うかどうかは別なんですけどね。まあでも何なんですかね、バンダイさんが例えばアーツ出したりプライズ出したり一つのメーカーさんがいろいろ出すならわかるんですが、マックスさんも出すんですね。だからアーツが出ないんですかね。いや、なんかいろんなメーカーさんからきんに君が出るっていうのがとても気になりました。まあ買うかどうかは別なんですけどね。はい、ということで以上となります。いかがでしたでしょうか。皆様が気になってたフィギュアのコメントなどもぜひぜひお待ちしております。はい、ということで以上となります。また半月後投稿しますのでよかったらぜひ見に来てください。それでは良いゴールデンウィークをお過ごしくださいませ。それではまた。